どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はですね、宮古空港におりまして、本日もね ANA のダイヤモンド仕様を続きねやっていきたいなと思います。今回ですね、帰りのフライトということで、前回羽田から宮古島まで来て、今回は宮古島から羽田ですね。今回もねプレミアムクラスで帰りたいと思います。今回もですね、本当に宮古空港から羽田空港に帰るだけの動画になりそうなので、お時間ある方はですねお付き合いいただければなと思います。ということで、今ね午後2時ぐらいで、フライトがね15時45分ということで、ちょっとね時間がありますので、展望台もね見てからチェックインねしていきたいと思います。このね宮古空港にはですね、 ANA ラウンジとか JAL の桜ラウンジだったり、クレジットカードラウンジっていうのはねないんですよね。ですので、まあちょっとね展望デッキ見つつチェックインしてね、搭乗ゲートの前で待ちたいと思います。ひとまずですね、展望デッキね、展望デッキあんのかなそれすらもちょっと調べてないんですけど、とりあえずね展望デッキ多分ねあると思うんですけども、行ってみたいと思います。それではですね、展望デッキに到着しました。今ね JAL の飛行機が沖縄県 JTA 止まってますね。今止まってる機体はねこれだけなんですよね。私がね乗る便の飛行機はまだ到着してなさそうですね。ちょっとね手ぶれちゃうかもしれないんですけども、こんな感じになってます。いや結構ね飛行機目の前で見れていいんじゃないでしょうか。かなり楽しいですね。今ねこちらに止まってるのがボーイング737の飛行機だと思いますね。コックピットがねありますよね。あそこの窓がちょっと吊り目になってますよね。あの吊り目になっているのがボーイング737の目印っていう形になります。間違ってたらすいません。いやかっこいいですね。今ちょうどあれですね、これから離陸する感じですかね。いやめちゃくちゃかっこいい。おー、ちょうど後ろに下がって、これから離陸ですね。ちょっとね見えてるかわかんないですけど、パイロットの方が手振ってくれてますし、すごいですね。ちょっとここからだとね映んないんですけども、宮古島空港のスタッフの人たちがね飛行機に手振ってますね。これね窓から見るとすごいね嬉しいですし、テンション上がりますよね。また来たいなと思いますよね。ということで飛行機が行ってしまいましたね。ちょっとね離陸までは見れなさそうですね。ということでチェックインねしていきたいと思います。それでは無事チェックインすることができました。今回 NH88 分の羽田行きですね。15時45分ということで、あとね1時間ぐらいですかねありますんで、ちょっとねここら辺で待ちたいと思います。ちょっとね飛行機見えるところがねあればちょっと探したいなと思います。今ねちょうど中央ぐらいにいるんですけど、すごい大きいモニターがあってね、そこに水族館の映像ですかね流れてます。いやこれすごい、多分ね保安検査場通ったらね目にバーンって入ってくると思います。かなり大きいモニターすごいですね。ちょっとね飛行機が見えるところをね探しに来たんですけど、残念ながらですね綺麗に見える場所はなさそうですね。ここもね窓があるんですけど、これはなんかのあれなんですかね、落下防止のやつなんですかね、網が張られちゃっていて、ちょっとね網越しにっていう感じですね。はい、そこに飛行機はね止まると思うんですけど、飛行機が綺麗に映る場所はちょっとなさそうですね。ということなんで、ちょっとここら辺でねゆっくり待ちたいと思います。それではね時間になりましたので搭乗していきたいと思います。いや今回もねプレミアムクラスということでかなり楽しみです。では行ってきます。これだけ大きさが普通なんですけど、
この子たちかなりでかいですね。この子に至ってはもう小さすぎてピントが合わないですね。ということで無事ね登場いたしました。今回ね 2D ということでちょっとねお分かりいただけるかわかんないですけど、この今回ねボーイング767出して300なんですけども、212の座席なんですよね。ですのでこうね座席ねこう1個だけなんですよ。もう両ドライはね通路っていう形になっておりまして、ちょっとね今回ねまあ行きはね窓側を取りましたんで、帰りはねちょっとこのど真ん中のね座席を、チョイスさせていただきました。まあここもね両側は通路なんでお手洗いとかね気にしなくて行けますんでいいですよね。ちょっとね今回こちらをねチョイスさせていただきました。ということでまだねバンバン登場してますんで、ドアが閉まるまで待ちたいと思います。見せなかったですね。今回もこちらです。ボーイング767出して300ですね、はい、こちらで羽田空港まで帰ります。いやいいっすね。まあ座席はね、まあ、行きとね本当に全く一緒なんであれですね、ここにねスリッパとヘッドホンはちょっと見えないですけども入ってます。で足元もね広々です。でこちらも一緒ですね。こちらリクライニングでイヤホンがあって、反対側に、ね、テーブルがあります。こんな感じになっておりますね。ちょっとね今あの離陸の前でそこにねカーテンがされてないんで、ちょっとカメラをね上げちゃうと他のお客さんがね映ってしまいますんで、ちょっとこの角度で、撮っております。ということなんで、ちょっとまた後でねリクライニングで下げた時に、まあ、どんな感じになるかっていうのをねお伝えできればなと思います。ということで今ねドアが閉まりましたので、まもなく離陸となります。お連れ様との大きな声での会話等もお控えいただきますようご協力ください。この便では衛生面の観点からサービスの一部を変更しております。それはね、無事離陸することができました。いやね、離陸するときにね、あの座席ね、モニターないんですけど、前のね、モニターに外の映像映ってたんで、行きのときね、映ってなかったと思うんですけど、いや、いいですね、映してほしいですね。あの私あの、今回ね、2D ということで、ど真ん中の座席なんでね、外見られないでね、外の映像見れるのはね、かなり嬉しいですね。ということで、もうね、しばらくすると多分食事がね、食事のね、サービス始まると思いますので、そちらもね、楽しんでいきたいと思います。もうね、早速。
トレーニング楽しんでゆっくりしています。いやいいですね。でですね、足元はこんな感じになってます。フットレストはねありますので、こんな感じでゆっくりねすることができます。私はねあんまり使わないんですけどね、はい、基本はスリッパもねあんまり履き替えないですね、うん、だから一回履き替えちゃってね、あとでまた履くのがめんどくさくなっちゃってね、そんな感じです。では食事をねちょっと待ちたいと思います。で行き忘れたんですけど、ね、これ知ってます、これね、こういうのね、ああちゃんと映るかな、はい、サービスを機内しません、食事の時は起こしてください、こんな感じでね希望を伝えることができるんですよね、まあ、口で言えよっていう感じなんですけど、まあ、一応ねこういったサービスでもあります。それではね機内食が到着しました。この時間はね軽食ということで、フルーツとモンブランとこちらです。こんな感じで書いてありますね。ね、どうでしょうか。非常に美味しそうですね。ラップ取っちゃいましょう。こんな感じになってます。ちょっとね先ほど近すぎてねピント張ってなかったですね、申し訳ないです。こんな感じになってます。いや非常に美味しそうですね。ではいただきましょう。それではいただきましょう。手の消毒をバッチリ行ってどこかでもらったアルコール中で、今回もねまた飛行機降りる際は前のお客様と適度な距離を空けて出口には、ではいただきます。フォークとナイフが入ってみたいですね、うん、フォークとスプーンナイフ、ね、はい、初めてです。うん、あすごい、見てください、箸とフォークが木製っていうか木になってますね、うん、プラスチックじゃないです。え、じゃあもしかしたら国際線の次乗るときこれになってる可能性大ですね。いや国際線は本物か、エコノミークラスとかですかね、これになってるかもしれないですね。結構びっくりですね。ではいただきましょう。いやでも今もうどんどんそうなってますもんね、大学院もですね、美味しそう。大学芋と生ハムですからね、すごい斬新な組み合わせ、非常に美味しい。じゃあね、白身魚のフライのマヨネーズサンドイッチらしいですね。一口でいけるかな、無理ですね。これめちゃくちゃ美味しいですね、うん、本当にちょっとカレー風味になってまして非常に美味しいです。じゃあね、炭火焼きのチキンらしいですね、非常に美味しそう、うん、あこれもね、めちゃくちゃ美味しいですね。サンドイッチは手でいっちゃいます。一口いけない、今のね、チキンのサンドイッチみたいなやつ、ね、これもめちゃくちゃ美味しいですね。いやちょっとプレミアムクラスで、ね、こんなに美味しいとこ行ったらあれかもしれないですけど、いや毎回美味しいんですよ、こんなに私好みなのはちょっと初めてかもしれないですね。非常に美味しい。ではこちらマロンケーキです。いただきます。わあ、マロンのロールケーキですね。いただきます。めちゃくちゃ美味しいので、あとはね、ちょっとフルーツは
フルーツはね、いいですよ、ね、いいですよね。フルーツは、ね、美味しいの間違いない、はい、ということで、あとはね、本当にいただきたいと思います。いや本当にね、これ正直あの行きの時よりね、結構満足度高いかもしれないですね。非常に美味しいです。ということで、機内食がね、終わったんですけども、なんとこちらです。ちょっと向きがひどいな。出しましょう。はい、こういうね、こちらのね、ジョンマスター LA コンディショナー、このね、ジョンマスターっていうブランドと ANA がね、今コラボしてまして、これね、沖縄の帰国じゃない、沖縄から帰る便ね、搭乗するとこちらね、いただけるっていった形になるんですよね。はい、これ2つと、あとこちらリップクリームですかね。はい、こんな感じでいただけます。こちらね、あのシャンプーとコンディショナーになってます。いや、こういうのはね、まあ、これあのカードもらえるだけなんでいいですよね。ちょっとね、このキャンペーンの概要欄に載せておきますんで、ちょっとね、いつまでやってるか分かんないんで申し訳ないんですけども、ありがたいですね。大事にお家で妻の方にプレゼントしたいと思います。いや、嬉しいですね。それはね、まもなく着陸となります。食事をいただいてちょっとね、すぐ寝てしまったんで、本当にね、あっという間でしたね。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、無事ね、羽田空港到着いたしました。今回ね、ANA のダイヤモンド仕様ということで、宮古島からですね、羽田空港までプレミアムクラスでやってまいりました。で、今回ですね、3295プレミアムポイントで、ね、獲得することができましたので、今のね、合計プレミアムポイントは69,097プレミアムポイント。多分ね、計算が合ってればこの数字だと思います。ちょっとね、もし間違ってたらね、ちょっと字幕ね、出したいと思いますので、そちらね、見ていただければなと思います。ということで、今回ですね、宮古島からプレミアムクラスということで、かなりね、快適なフライトというふうになりました。やっぱりね、プレミアムクラスいいですね。またね、こちら沖縄からの便のプレミアムクラスね、利用するとこちらね、いただけるということで、非常にありがたいですね。ということで、 ANA のね、ダイヤモンド修行引き続きね、やっていきたいと思いますので、お時間ある方はですね、ぜひね、お付き合いいただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。